これってこいつに砂糖の結晶を入れてぶん回すと遠心力で小さい穴から溶けた砂糖が飛び出てくる。ひょろひょろっと細い糸になってな。つまりこれが綿飴だ。じゃあ砂糖の代わりに金をぶち込んだらどうなると思う？え？え？は？ほっ！金の糸ができる！正解100億点だ。ああ、電子機器の配線的なやつね。下がりきった話の知能指数がやっと戻ってきた。おし！早速金出すぜ！いや、金は貴重だ。失敗できねえ。綿飴で、一応な。テストはしねえとな。お、ああだね。味見じゃない、テストはしないとね。ホムラとかいう輩の女につけられた火事でな、芋酒も完成前のみりんもかなりやられちまった。ずっと燃えとったからな。あれ見ろ、うん、亀の縁で固まっとる。傷んだ酒をどうするのだ。こいつは酒やみりんをアホほど煮詰めりゃゲットできる。糖の結晶だ。なんだこのふわふわな物体は。やべえ、いい匂い。真っ白で雲みたいなんだよ。これはなんという、骨の髄までとろけそうなんだよ。ほれほれ、父上も一口。なんとも怪しげた。おお、